レフ、チェフ、ルスと白足。バレリー・エリアシュラジコフスキがレフ、チェフ、ルスは三つのスラブ人民族の創設神話に登場する伝説上の三兄弟。それぞれポーランド人、チェコ人、ロシア人の祖とされる。14世紀前半に編纂されたビエル・コポルスカ年代記で初めて現れた。伝説によれば三兄弟は狩りに出てそれぞれ違う獲物を追いかけて、 チリジリになり、それぞれのたどり着いた地に住むことになった。レフは北へ、チェフは西へ、ルスは東へ行った。西スラブ人の間では、地域によって様々な伝説のバリエーションがある。南スラブ人の創設神話の中にも、3人が登場する伝説がいくつかある。それ以外のスラブ人諸国では、一人か二人しか伝説に登場しないなど、あまり思い扱いを受けていない。 最終的に、この三兄弟の伝説は、現在のポーランド、チェコ、ロシアという三国のゆえんとされている。西スラブ人のレヒアとボヘミアを建設した、レフとチェフの兄弟。ポーランドの年代記より、ポーランドの伝説によれば、三兄弟は、一緒に狩りに出かけたものの別々の獲物を追いかけ、チリジリになった。ルスは東へ行き、チェフは西へ行って、ボヘミアのジープ山に住み着いた。 一方、レフは自分の矢を追って北へ向かったところ、眠猛な白足が巣を守ろうとしているところに遭遇した。夕日を浴びて赤く染まる白足の姿を見たレフは真意を感じてここに住むことにした。彼は自分の築いた集落をグニエズノと名付け、白足を自分の紋章とした。現在に至るまで白足と夕日を表す赤字の背景が、 ポーランドの国章として使われている。また、ポーランドの国旗も、上半分の白が白はし下半分の赤が没する夕日を表している。13世紀のビエルコポルスカ年代記によれば、パンノニアの公のパンというものが、スラブ人の共通の祖とされている。パンの三人の息子が上からチェフ、ルス、レフとなっており、それぞれ西、東、北へ住み着いたと書かれている。 ジープさんのチェフチェコで知られている伝説には、チェコ民族の祖、チェフと、ポーランド民族のソレフのみが登場する。ダリミルの年代記、バーツラフ・ハーイエクの年代記、プジビーク・プルカ・バズラ・ディニーナの年代記など14世紀以降の古典的な年代記には、兄弟の古地、春巻についての言及があるものの、その具体的な場所は説明されていない。これに対して、 アロイスイラーセクは1894年に表した小説、チェコの古き伝説において、タトラ山脈の背後、ビスワ川の平原に、太古の昔からハルバーツカーの地、チャーバーツカゼメ、おそらく、いわゆる白、クロアチアを指している、偉大なスラブの古国が広がっている。そして、ハルバーツカーには、言語、風習、生き様によって、多くの部族が存在していたとしている。 ある伝説によれば、春まティの地で絶え間なく争いが起きるようになり、それまで平和に土地を耕し穀物を育ててきた人々にとって住みよい土地で亡くなってしまった。また別の伝説では、チェフは殺人の都がでこの地を離れざるを得なくなった。チェフは人々を集め、夕日に向かって旅立った。1314年のダリミルの年代記によれば、チェフは 人々と共にジープ山に登って、目下の地を見渡し、約束の地にたどり着いたのだと同胞たちに告げた。曰く、この地は獣、鳥、魚、蜂が豊富で食卓が常に満ち溢れ、また外敵から身を守るのにも適しているのだと。1374年頃のプジビーク・プルカバによる物語では、チェフの兄弟レフは、北の雪の山を越えて低地へと旅を続け、 ポーランドを発見したのだとされている。1541年のバーツラフ・ハーイエクの年代記には他の文献に見られない数多くの総話が数多く見られる。彼によれば、チェフ・トレフの兄弟は、故国ですでに白持ちの公であったという。そしてチェフがチェコに到着したのは644年のことであるとしている。クロアチア内の遠く離れた2地域。 すなわち北クロアチアザオリエのクラピナ付近における海方原地域とアドリア海沿岸、ダルマティア中部のポルイツァ付近における茶方原地域にも若干の人命の変化を含みつつも似たような伝説が伝えられている。クロアチアにおけるこの伝説は1940年にエッサカチが詳しい分析を行っている。ボヘミアの初年代記では チェフは単独かレフとの二人組でしか登場しない。チェフの初出は1125年のプラハのコスマスの年代記で、ここではラテン語でボヘムスと呼ばれている。ポーランドにおいてレフ、チェフ、ルスの三人組が初めて言及されたのは13世紀末から13世紀初頭にかけて書かれたビエルコポルスカ年代記である。青銅期時代のバルトスラブ語派の推定範囲。 白地は物質文化の分布。石典は古代スラブのミズナが知られている場所である。三兄弟の伝説は、ポーランド人、チェコ人、場合によっては、ロシア人をも、同一の祖先を持つものとしてみなされていたこと。また同時に、13世紀前半にはすでにこの3つのスラブ人グループが、エスニシティ上、言語上で区別されていたことを示している。またこの伝説は、 初期スラブ人の古地が東ヨーロッパに存在していたことも伝えている。この地域は現在の学会で主流となっているインドヨーロッパ所属の発祥の地と重なっている。クルガン仮説ではインドヨーロッパ五族のうちで大移動に加わらず、残った者たちがバルトスラブ語派を形成したとされている。ポーランド中心主義の言説においては、レフのもとにだけナショナルシンボルが現れたとし、 チェフやルースはサブキャラクター程度の位置づけがなされている形の伝説がよく取り上げられる。さらにこのバージョンでは南スラブ人の起源に関する説明がない。レフとチェフとルースの伝説は民族名の語源を説明しようとしている点も重要である。三人の名はレヒア、チェコ、ロシアに通じている。ポーランドルネサンスの著名な知識人の一人であるヤン、コハノフスキは スラブ人の起源について述べた自身の随筆の中で三人目の兄弟であるルスには言及していない。さらに彼は歴史家の中でスラブ民族について二人のスラブ人指導者、レフとチェフについてまともに取り上げようとする者はいない。と述べ伝説を完全に否定した。その代わりにチェフとレヒというのは二つの民族の原初的な名称だったのだろうとしている。 ただし、コハノフスキも、ポーランド民族に、意外な指導者がいて、その名前が忘れられ民族の名、レフで呼ばれるようになったという可能性は否定していない。ポーランドのロガリンにある、レフと、チェフトルスの多くビエルコポルスカのロガリンにある18世紀の宮殿には、三本の多くの巨木が隣り合って、植わっている。それぞれ樹齢数百年とされ、レフ、チェフ、ルスという名が付けられている。 外周は 670&930cm ほどである。三本の木は、ロガリン景観公園の一部であり、天然記念物として保護されている。ありがとうございます。